はいどうも皆さんこんにちは、ヘイトジェイです。今日はですね、私の今通っている大学ネブラスカ大学カニーコ UNK についてちょっと紹介していきたいと思います。今日はまず概要一旦バーッと全体を紹介してから違う回で細かく紹介していきたいと思います。それではいきます。まずこちらが最初から名前忘れたな。レジスターオフィスですね。履修登録などはこちらの建物で実際にやっていきます。ちょっと学校内が遠いのでスノボーでスケボーカーで移動していきたいと思います。はい、それではここから紹介していきたいと思います。まずこちら寮なんですけど、 UNK には主に6つの寮がありまして、ここが今ネスターっていう寮なんですけど、ネスターにはこのブリッジっていうところがあって、ただ夏の間はアンテロープという今私が泊まってる寮しか空いてないので、ここは空いてないんで、もうちょっとしたら8月4日に入寮があるので、その日にこっちに移動してくるっていうことなので、ちょっとだけ中を映させてもらおうかなって思ってます。今日天気悪いですね。こちらがネスターのノースになります。で、こちらがネスターのサウスになります。なんで寮がここからこっちまでですね、繋がってます。次にこちらですね、さっき言ったアンテロープというホールなんですけど、これが今私たちが泊まってる寮なんですけど、夏の間はアンテロープしか空いてなくて、日本人だったりいろんな人がここの一箇所に集められるっていうことになりますね。ただセミスターが始まったらアンテロープは確か20歳20歳以下の人は泊まれないので、私寮移動することになります。その寮も後でちょっと紹介していきたいと思います。でこちらにあるのがコーペランドって言って、まあ授業をしたりする建物になります。で UNK ですごい象徴になるのがこの噴水ですね。ちょうど UNK の中の割と中心部に位置する頃になります。で先にこっちの方行きますね。次に紹介するのはこちらですね、スチューデントユニオン。みんなはユニオン言ってますけど、これも今度中ちゃんと詳しく紹介しますけど、中には、ブックストア、授業で使う教科書であったりとか、この中の2階にカフェテリアがあったりとか、勉強できるスペースだったりとか、そういったものがこの中にあります。これがもう一番 UNK の中の中心部に位置しますね。真ん中ではないです、大学の敷地として真ん中ではないんですけど、一応中心的な場所になってます。そして次こっちですね、これがやっぱり日本の大学と一番違うところですね。こちらですね、でっかいスタジアムがあって、これ中も入れるんですけど、こういう感じになってます。でよくサッカーであったりとかアメフトであったりとかをここでやったりしてます。また今度ちゃんと詳しく紹介したいと思います。今日はさーっと大学内を紹介していきます。次行きます。こちらは、スチューデントアフェアーズって言って、ここは基本的にどんなものを取ったらいいかみたいな相談はここでしたりします。ただ俺たちインターナショナルスチューデントっていう形なんで、後で紹介するベルチホールっていうところがあるんですけど、そこに行けば大体の問題は解決します。次です。さあ見えてきました、これが一番の UNK の象徴ですね。名前は知りません。でっかい塔ですね。でここさっき紹介したあっちが違う、ここがさっき紹介したレジスターオフィスですね。でこっちがさっき紹介したスチューデントアフェアーズ、こちらが図書館になります。アメリカの大学の図書館ってめっちゃ広いみたいなイメージありますけど、 UNK の図書館はそんな大して広くはないですね。地下2階ぐらいあるだけで、上には2階しかないので、そんな別に大きいわけじゃないですし、しかも大学の中に図書館1つしかないんで。はい、じゃあここから結構広いですね。ではまずこっちですね。結構なんか建物がしっかりしてて、ちょっとなんか他の寮と違っておしゃれ感があるんですよ。この中ただ入ることも今できないんですけど、ここメンズホールって言って、別にメンズしかいないわけじゃないんです。ここは学業の成績が優秀な人、オナーズって言うんですけど、そういう方しか泊まることのできない寮になってます。アメリカ人の友達作って、その人オナーズだったらちょっとこの中も紹介したいなって思ってます。次ですね、こちらです。このずっと結構長くまであるんですけど、ここオットオールセンって言いまして、基本的には理系の人、ただ俺もそうなんですけど、 JMC ジャーナリズムとかマルチメディア系を勉強するんですけど、そういう人とか、日本人にすごい多いのがエビエーションって言って航空関係パイロット専攻の人とかが結構多いんですけど、そういう人とか結構コンピューターが中に大量に並んであったりとかするので、理系の人の授業であったりとか、俺もここでやるんですけど、ここで結構授業を取ったりします。ただ最初はやっぱり一般教養ジェネラルのものを受けないといけないので、そういった時はこちらで受けることはあんまなかったりします。
で次この向かいですね。ここが多分 UNK の中で一番量の大きいところですね。ランドールとマンターというのが2つくっついてます。手前がランドールで奥がマンターです。で今度俺が8月4日に入寮するのはこのランドールっていうところです。なんで入寮したらランドールの中も紹介していきたいなって思ってます。はい、どんどん行きましょう。広いんで。オットオールセンですね。ここがまあでっかい駐車場になってたりとかしますね。で結構アメリカの大学どこでもそうなんですけど、駐車場がまず大きいっていうのもありますけど、見えるかな、こういう感じでバスケットコートとかがよく大学内に普通にあります。こういう感じでいろんなところにもあったりとか、バレエも確か、どうか忘れましたけど、バレエも確かあったはずです。で、はい、こちらですね。こちらがジムになってます。ただこれ紹介するの多分めちゃめちゃ時間かかるんですけど、中にこの左のところですね、ちょっと見えないですけど、この左のところボルダリングがあったりとか、ここは1階が主にランニングマシーンとかが置いてあったりとか、普通にベンチプレスとかもあります。2階にもいろいろな機材が置いてあったりとかして、ここはもう完全にジムっていう形になってますね。ただジムと体育館が普通に一緒になったりしてるんで、でここがエントランスですね。で中には他にもスカッシュだったりとか、体育館も1つじゃなくて全然2つ3つもありますし、観客席のある体育館も1つか2つぐらいついてるので、今度それ紹介してみたいなって思います。で学校内にダムがつながってるっていうのがちょっと面白いところですよね。大学内にダムがあるっていう、面白いですね。で俺もちょっとここ詳しくわからないんですけど、今からこのガーって坂登っていくんですけど、右側に見える建物結構すごい、なんか俺はすごい見た目おしゃれで好きなんですけど、この辺も多分寮なんですよね。ちょっとごめんなさい、ここ俺もちゃんとわかんないんですけど、確か寮だったはずです、ここも。でちょっとここから左の方に入っていきます。 UNK 結構縦に細長くて、ここ広い駐車場がありますね。昨日ちょっと、大学の卒業式があったみたいで、すごいここに埋まってたんですよね。で日本人の先輩も何人か卒業しました、昨日で。おめでとうございます。で、さっき言ってたジムとか体育館がこうなってます。めっちゃ広いですね。今度ちゃんと紹介していきます。で、今なんでこっちに来たかっていうと、この建物があります。COE って言います。カレッジオブエデュケーションだったはずです。だって。はずです、確か。で、ここ COE なんですけど、2階建てになってて、1階はほとんど行ったことないんですけど、2階はいつも、俺が夏の間、授業、ELI って言うんですけど、語学研修を受けてた建物がここになります。なんで、結構今住んでるアンテロープから遠いんで、毎朝友達とか自転車で来たりとかしてて、俺も最初は歩きだったんですけど、スケボー買ってからはずっとスケボーで移動してるんで、でもやっぱりスケボーでも5分から10分ぐらいかかったりするんで、歩きだと15分とかそれぐらい結構かかっちゃいますね。次行きます。 COE ですね。この1階とか1階の奥とか行ったことないんで、今度行ってみたいですね。スクールバスはどこのだ。ああ、なんか確かバレーの試合とかやってたりとかして、結構高校生とか来たりしてるんですよね。今度カフェテリアの紹介もしますけど、カフェテリアだから、そういった高校生とか合宿とかで来たりするときはすごい気合入ってるんですけど、それ以外の時のやる気のなさが半端なくて、今度またそれも紹介したいと思います。ここも確か寮なんですけど、ちょっと覚えてないですね。ちょっとテロップかなんかに入れときます。ほら、ありました、バスケットゴールがありました。で、こういう風に駐車場なんですけど、こういったようにバスケットゴールがあったりとかして、結構アメリカ人とかこういったところで普通にスポーツやったりとか、結構スポーツが盛んで、いろんなところでなんかやったりとかしてるんで、今夏攻めでアメリカ人とかが自分の家に帰ったりとかしてて全然いないんですけど、セメスターが8月の21から始まるので、それぐらいになったらもうアメリカ人とかいろんな国の人が来るんで、ちょっと楽しみかなっていうのがあります。はい、そしてここなんですけど、これまだ入ったことないんですけど、今度授業するときこの建物を使うらしいんですけど、主に授業を使ったりとかします。ただここはどの寮からも遠いんで、ちょっと行きたくないですよね、できるだけ。で次すごい大事なところなんですけど、こちらになります。ウェルチホールっていうんですけど、さっきもちょっと軽く説明した通り、主にインターナショナルの生徒とかがここに来てなんか相談したりとか、レジスターの相談であったりとか、いろいろなことはここで基本的に進みます。で俺は日本のある団体を使ってここに来てるので、その団体のアドバイザーの人がここにいたりとかして面談とかをしたりするところになってます。でこの奥にも一応大学の敷地があって、いろいろ建物があるんですけど、俺もあんま行ったことないですし、多分セメスターが始まった後もこっちに来ることあんまりなかったりするので、
ので、またなんかこっちで何かあったりとかするときにこの奥は紹介したいと思います。さっきあっち側から来たので今度こっち側から乗りたいと思います。アメリカの大学広いですよね。で、特にそうなんですけど、私今いるところネブラスカ州っていうところなんですけど、めちゃめちゃ田舎で、本当に近くに遊べるところとかが全然なかったりするんで、日本人とか留学生からしてみたら勉強ができるすごいいい場所ではあるんですけど、とても田舎で人の数よりも牛の数の方が多いぐらい田舎なんですよね。で、UNK とかこのネブラスカ州もそうなんですけど、このカーニーっていう町は、ネブラスカ全体もそうかもしれないんですけど、特にカーニーはとても田舎なので、基本的に高い建物があまりないんですよね。一軒家だったりとかしても大体1階建て、たまに2階建てがあるぐらいで感じで、でも基本的にこっちの人って基本的に地下があるんですよね。で、さっき寮だと思うって言ってたのはこちらになりますね。結構いろんなところあったりして、で、韓国人ここに泊まってたりとかしたりとかして、で、特に俺の専攻はなんかすごい韓国人が多いらしいので、ちょっと仲良くなったりとかして、こっちに住んでる友達とかができたらちょっとこっちの中も紹介してみたいなって思います。このまま戻りましょう。一気にで、UNK に来てる、結構 UNK 日本人とか留学生の割合が他の大学に比べても結構多いみたいで、まあ、日本人って言っても特にエビエーション、さっき言ったように航空学専攻のパイロット専攻の人が結構多くて、だから私も友達日本人の人とか結構いるんですけど、大体結構男子であればもうほぼエビエーションって言ってもおかしくないぐらいエビエーションの人が多かったりとかして、エビエーションは1年生の時からもうフライトに乗れたりとかして、いつかは忘れたんですけど、プライベート、まあセスナですね、セスナみたいな小型の免許を取ったりとかして、こっちで結構フライトの時間を稼いでそのまま就職したりっていう人が多かったりして、夏休みの間で結構フライトの時に友達とか一緒に、免許さえ取っちゃえば友達とかも乗せれるんで、エビエーションの友達結構多かったりするんで、そのフライトに今年は多分無理かもしれないですけど、来年の夏とかにそれからフライトしてるのを乗ったりとかしてみたいなーって、その動画を撮ってみたいなーって思います。今日は全然すごいめっちゃ日もあんまなくて涼しくてめっちゃいいんですけど、基本的にこのアメリカの中部とか、まあ中部じゃなくても基本的にアメリカ乾燥してるんですよね。乾燥して、でめちゃめちゃ暑いって感じなんで、すごい日本よりかは快適です。でもやっぱり摂氏で言うと37とか36、7、8、それぐらいも普通に行ったりするんですけど、日本の37度とかと全然違って、やっぱりこっちは本当にめちゃめちゃカラッとしてるんで快適ですね。はい、これで大学の紹介終わりたいと思いますけど、皆さんどうでしたか？アメリカの大学結構こんな感じ、どこもこんな感じで、まあ UNK の場所がカーニーで、今日も田舎っていうのもあるんで、ちょっとだけまた他の大学と違ったりとかしてますね。で、ネブラスカ内にあと他にとカーニー、UNK、ユニバーシティオブネブラスカ、あとカーニーっていうんですけど、他にもオマハっていうところとリンカーンっていうところに一つずつ大学あって、キー大学で言うとネブラスカ内には3つ大学があります。で、今度8月の時にオマハに友達がいるので、そのオマハのところに遊びに行って、その時オマハの大学ともう取ってきて、ちょっとだけ見比べてみたいなっていう風に思ってます。で、今後も UNK 内の建物であったりとか施設であったりとか、いろいろ紹介していきたいなって思いますので、どんどんそういうのアップしていきたいと思います。で、もし UNK にちょっと興味があるとか、留学に興味があるっていう人はぜひ UNK についてもっと調べてみてください。すごいおすすめです。で、本当にカーニー安全で、アメリカ内で一番安全なんじゃないかって言ってもいいぐらい安全です。なんで夜一人で全然コンビニとかも行けますし、すごい本当に自然が豊かで、みんな優しいですし、すごいいいところです。こんな感じで UNK の大学内の紹介を終わりたいと思います。それでは皆さん、バイチャルホイ。